私は奏、夫を早くに亡くし、6歳の娘をシングルマザーとして育てている。音符の服ができたわ。音符、新しい服着てみて。あー、ママのデザインの服大好き。ママデザイナーになればよかったのに。昔ファッションデザイナーを夢見ていた私、今は趣味と節約を兼ねて娘音符の服を作っている。うちは一人親だし、デザイナーじゃ食べていけないから、私は音符が喜んでくれたら十分。そっか。ね、今日これ着て研究機関行ってもいい？もちろん。実は音符は IQ200 の天才少女と言われており、研究機関から調査依頼があるほどなのだ。体は子供、頭脳は大人、その名は音符。名探偵コナプニプニ。じゃ、行ってきます。行ってらっしゃい。私もお仕事頑張らないと。夫を亡くして以来、私はデザイナーの夢を封印し、一般企業で事務仕事をしている。会社では上司の梶野課長からの評価もよく、自分なりにやりがいを感じていた。かなでさん、真面目にやってくれて助かるよ。さすが。ありがとうございます。しかし、梶野くん、ちょっといいかね。社長、そちらの方は。珍しく竹内課長が課にやってきたかと思うと。私の娘だ。今日からこの課で見てやってくれないか。ルナです、よろしくお願いします。社長のご令嬢がうちの課に。私のマナ娘だから、まあよろしく頼むよ。社長令嬢、なんて美しい人なんだ。恋のコキュルン、恋柱プニ。社長令嬢のルナさんがやってきて、カジノ課長は浮き足立っていた。私頑張ります。社長の娘さんか、明るい方みたいだわ。一緒の課になるんだからご挨拶しとかなきゃ。私奏と言います、よろしくお願いします。聞こえなかったのかな。最初は小さな違和感だったけれど、後日その違和感は大きくなっていく。奏さん、ルナ今日予定があるので、代わりにこの仕事やっといてもらえません？でもそれはルナさんに与えられた仕事だし。はあ、社長令嬢の私にそんなこと言う？だいたいあなたの方が社歴長いんだから、後輩のカバーするのは当たり前でしょ。確かに私がやった方が早いけれど。わかりました、では今回だけ。しかしルナさんの仕事をカバーする日々は続き。カジノ課長、こんな量の仕事私できませんよ。え、そう？じゃあまた奏さんに頼んじゃおっか。奏さーん、また？これルナさんの代わりにやってあげてくれる？よろしくお願いします、奏さん。こんなに？頼むよ奏さん、社長令嬢のご機嫌は損ねられない。わかるだろ？カジノ課長すらルナさんの仕事を私に押し付けてくるようになった。さっさとやってくださいね先輩。社長令嬢の私に誰も逆らえるわけないんだからね。たく、奏さんも空気読んで、ルナちゃんの仕事も最初からやってくれればいいのにさ。ですよね、身の程知らずなんですよあのおばさん。ルナさんとカジノ課長は仕事を押し付けるばかりでなく、私の悪口まで言うように。辛い毎日だけれど、音符を養うために会社を辞めるわけにはいかなかった。そんなある日、会社にやってきたのは敏腕コンサルのアルトさんだった。コンサルのアルトです。竹内社長いらっしゃいますか？こちらです。いやー、イケメン、恋の呼吸。キプニの恋柱プニ、私がご案内しますわ。こっちです。ルナさんはアルトさんを気に入った様子だけど、私には関係ないと思っていた。確かにかっこいいけど、私とは世界が違う人だわ。次の日は休日、私は音符と公園にピクニックへ行くことに。久しぶりにゆっくりできそう。ママ、癒しの呼吸。キプニ、そんな柱いたプニ。すると、ものすごくだらけた格好でベンチに座っている人が。ママ、あの人なんかすんごくぼーっとしてない？リストラされたのかな？そんなこと言っちゃダメでしょ。で、よく見ると会社に来ていたコンサルのアルトさん。平日と全然イメージ違う。お兄さん、辛い時は哲学の本読むといいよ。うん、
哲学か。俺はソクラプニが好きだな。君は？ってこの子6歳くらいだし、知らないか。私はプニトンが好き。プデアの概念が提示された著書を読んでいると、ウンテラコンタラ、ソンテラコンタラで。え？天才？お母さん、この子天才なのでは？そうだけど。すみません、生意気で。え？あなたは竹内社長の会社であった。アルトさんは私のことまで覚えていてくれた様子だった。はい、カナデです。アルトさんですよね。そうです。休日はこんな風にぼーっとしてリラックスしてて。お恥ずかしい。その時、アルトさんのお腹が鳴った。まあ、どうやらお腹が空いていたみたい。さらにお恥ずかしい。お兄ちゃんお腹空いてるんだね。よかったらお弁当一緒にどうですか？わあ、はい、すみません。いただきます。それから私たちは一緒にお弁当を食べた。いただきます。うまい。おいしい。アルトさんって敏腕コンサルだから、私とは違う世界の人って思ってたけど。優しい人だな。意外にも気が合ったアルトさんと私は、その日連絡先を交換した。そんな休日を過ごした後日、いつものように出社すると、どうしよう、私ミスしちゃった、やば。しかもこの取引先かなりお世話になってるところ、優しいパパもムザン様並みに怒るかも。キプニのムザン様プニ、パワハラ会議しちゃうぞ。ルナさんは何かミスをしたようで一人慌てていた。そうだ、いつもの仕事みたいにミスもかなでさんに押し付けちゃえばいいんだ。怒られるなんて嫌だし、かなでさんがミスしたことにしちゃう。ちょっとかなでさん。はい。あなたありえないミスしてるんだけど。ルナさんは私に書類を突きつけ、ミスをなすりつけようとしてきた。私こんなことしてませんけど。はあ、社長令嬢の私に口答え。ちょっとどうしたの。私とルナさんのやりとりを聞いて、カジノ課長も駆けつけてきた。カジノ課長、かなでさんが大変なミスしてるんです。私じゃないです。これルナさんのミスだよな。でもかなでさんに押し付けた方が丸く収まるな。何これ、すごい損害だよ。どうするのかなでさん、責任取れるの。責任って、これルナさんの仕事だと思うんですが。私のせいにするの、ひどい。そんな、許せないわ。パパに言いつけに行きましょうよ、カジノ課長。社長に。そして私はルナさんとカジノ課長と社長室に連れられていった。それでこの会社にとって大損害のミスをかなでさんがしたというのかね。どうしよう、私のせいにされちゃう。ちゃんと言わないと。違います、私じゃないんです。これはルナさんの担当で。何？お前うちの娘が悪いって言いたいのか。ですが事実で。パパ、かなでさんひどいでしょ。もううちの会社にいてもらわなくていいんじゃない。そうですよ、ルナさんにミスをなすりつけようとする社員なんていりませんよ。そうよそうよ。そんな、ミスをなすりつけてきたのはルナさんの方なのに。あんたはクビ。クビ？私やってません。ああ、君はクビだ、出て行ってくれ。嘘。こうして私は会社をクビにされてしまった。会社をクビになるなんて、明日からどうしよう。私が家で落ち込んでいると音符が返ってきた。ただいまー。ん？ママ、どうしたの。音符、ごめんね。実はママ会社をクビになっちゃって。私は音符に社長令嬢にミスをなすりつけられクビになったことを包み隠さず話した。ひどい、その令嬢も社長も課長も許せないよ。ママは誰より真面目なのに。仕方ないわ、大丈夫。ママ明日から就職活動するわ。音符のためにもっともっと頑張るから。ママその人たちにやり返そうよ。ん？やり返すって？音符に任せて。まずはそうだ、アルトさんに電話してよ。アルトさんに？音符は突然アルトさんに連絡するよう言ってきて、
私は戸惑いながら電話をかけた。アルタさん、こんばんは。音符だけど、お願いがあるの。どうしたの？実はね。音符は私が会社をクビになった経緯をアルタさんに話した。それはひどいな。それで音符、計画があって。ママを夢だったファッションデザイナーにしてあげたいの。え、デザイナー？無理よ。無理じゃない。ママがデザイナーとして活躍できる会社を作るの。なるほど。音符、事業計画は立てられるけど、契約とかは子供だからできないし、そこはアルタさんに手伝ってほしい。そういうことなら手を貸すよ。私は急な話に戸惑い、音符と電話を交わった。アルタさん、音符はああ言うけど私には無理だ。そんなことないですよ。音符ちゃんは本当にすごいし、計画通りやればできるはず。かなでさんだって音符ちゃんのためなら頑張れるんじゃないですか。音符のため、よし、私やります。やった、ママすごい。私は音符の言う通り、ファッションデザイナーとして起業することに決めた。その夜中、音符はこれで終わり。そして音符が一晩で作り上げた事業計画をもとに、私は起業した。アルトさんがコンサルに入ってくれ、音符と私、アルトさんの3人で頑張り、私は夢だったファッションデザイナーとして成功することができた。会社が軌道に乗ってきて、クビにされた辛い思い出を忘れかけたある日、かなでさん、いる？私の会社にいきなり乗り込んできたのは、かつての職場の社長とルナさん、カジノ課長だった。あの、急にどうされたんですか？クビになって以来、連絡も取っていないのに。実は、かなでさんにお願いがあってきたの。お願い？かなでさん、デザイナーとして成功してるみたいじゃない？うちと取引してよ。昔のよしみでさ、頼むよ、契約して。実はここだけの話、会社の経営が最近良くなくてね。今話題のかなでさんと契約すれば持ち直すと考えたんだよ。かなでさんが元社員で助かったよ。そんな、あんな辛い思いをしたのにこの会社と取引しろっていうの？もちろん断らないわよね、かなでさん。私の仕事だってミスだって文句言わずにかぶってくれたものね。その時現れたのは音符だった。ママ、契約なんてすることないよ。誰よ、この子供。うるさいな、風の呼吸で切るぞ、キプニの刃プニ。子供だからって舐めない方がいいですよ。この子、天才なので。お前はアルト、うちのコンサルを辞めたくせにこんなところに出入りしてたのか。カナデさんにミスをかぶせてクビにする会社なんて協力する価値ないですし、俺は真面目な人の方に作って決めてるんだ。ママにミスをなすりつけたルナさんも課長も社長も許さない。会社が潰れそうなのも社員を大事にしなかったからでしょ。何？私はママの事業計画を立てた時から、あんたたちがこうやって契約を迫ることが分かってた。はあ？いずれあんたたちの会社の経営が立ち行かなくなって、こっちに助けを求めてくるって見抜いてたってこと。え？何者この子？ただの探偵さ。名探偵コナプニプニ。待って、音符。私がクビになった日の夜に事業計画を立ててくれたわよね。あの時から今日こうなることまで見抜いてたの？そうだよ、ママ。だって私、ママが悲しい目に遭ったのが嫌だったの。音符、本当にすごいわ。そこまで私のことを思ってくれていたのね。私もその思いに応えなくちゃ。音符、本当にありがとう。ママ、音符のおかげでここまで来れたわ。そして、いろいろ助けてくれたアルトさんのおかげでもあるの。ママ！かなでさん。私はこれまで自分が我慢すればいいと思って、ルナさんたちの言いなりになってきた。でも、もう自分に嘘をつくのはやめる。自分と大切な人たちのことを一番に考えて、ちゃんと行動しよう。音符とアルトさんへの感謝を胸に、私は決意を固めた。ねえ、それでもちろん契約してくれるんでしょ？頼むよ、かなでさん。君、優しい人だよね。わしが社員として雇ってやった恩を忘れたわけじゃないだろ。ふにゃごにゃ呼んでこいつらは。激痛の風の呼吸で切ってやろうか。またまたキプニの刃プニ。大丈夫よ、音符。え？
竹内社長、梶野課長、そしてルナさん、私契約はしません。恩があるのにひどいじゃない。恩があるとは思っていません。はあ、それに別の会社と取引を進めていた最中だったので。そうそう、お宅のライバル会社と契約を進めてたんだよね。残念でした。そんなライバル会社と契約されたらうちはおしまいだ。嘘、パパどうするの。どうしようもない。会社が潰れたら奏さんのせいだわ。自業自得でしょ。そんなどうにか取引してくれんか。奏さんよろして。無理なのでお帰りください。こんなはずじゃなかったのに。数ヶ月後、ルナさんたちの会社は潰れてしまった。竹内社長は引きこもり生活に、梶野課長は職探しにてんてこまい。わしの会社が次の職が決まらない。ルナさんは新しい就職先で仕事ができず毎日怒られているようだ。またミス？使えないわね。私は元社長令嬢よ。はあ、クビにするよ。一方私はファッションデザインの会社がますます大きくなり、充実した毎日を送っている。音符が一番大切なのは変わらないけれど、大切な人が増えそうな予感も。アルトさん、音符のパパになってよ。何言ってるの。音符、俺はもちろんそうしたいけど。アルトさん、クビにされて辛かったけれど、今真面目に頑張ることが大切だと改めて噛み締めている。かなでです。音符だよ。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。頑張ってれば必ず見ていてくれる人がいるんだよね。直感6歳でもうそんなことがわかるなんて。 IQ ぶち上がり美少女だから。美は余計プニ。今何か言った。よかったらみんな動画の感想をコメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくね。また次の動画で会おうね。